鉄道珍スポット。このシリーズでは鉄道に関する面白スポットやちょっと変わったスポットを紹介していくこの企画。第15弾はこちら。駅名がシンプルすぎる鉄道会社。駅名がシンプルすぎるとは果たして一体どういうことなのか。ということでやってきたのは千葉県を走る山間ユーカリが起こす付近一帯を開発している不動産会社山間によって運営されているこちらの路線。しかしこのユーカリが丘線、今の時代には珍しいある特徴が。そう、実はこの路線で使用されている車両、なんと冷房が搭載されていないのである。そのため窓はこのように全開。さらには夏になると車内でおしぼりが配られるのだという。そんな山間ユーカリが丘線、駅名が実にシンプルなのだという。ということで早速乗車し確かめてみると、本日もユーカリが丘線をご利用いただきましてありがとうございます。次は地区センターです。お客様にお願いいたします。黄色いつり革のある。特にシンプルな駅名ではなさそうだが、本当にシンプルな駅名など存在しているのかと思ったその時、公園というなんともシンプルなこの駅名。しかし次は女子大です。次は中学校です。そして次々と襲いかかるシンプルな駅名の数々。確かにこの路線、特に名称のつかない公園や中学校のみといったシンプルな駅名が多数存在していた。そしてやってきたのはこちら女子大駅。駅名からして女子大が近くにあるのかと思いきや、付近一帯を探してみればなんと女子大は見当たらず。女子大は一体どこにあるのかと思いきや、そう、実はこの駅、本来であれば女子大が移転してくることを見越して名付けられたこの駅名だが、なんとその女子大は移転してくることはなく、女子大をこれだけ主張しているにもかかわらず、駅の近くに女子大は存在していないのである。そんなシンプルすぎる駅名だが、実は2008年に一部駅の新しい名称を募集したところ、地域住民からの駅名を変えないでほしいという意見が多数あり、開業当時からのシンプルな駅名がそのまま残っているのだという。ということで駅名がシンプルすぎる鉄道会社の正体は、シンプルながらも地元民に愛され続ける親しみやすい駅名の存在なのでした。ということで今回の鉄道珍スポットはこれにて終了。また次回の配信をお楽しみに。それではまた。鉄道情報募集中。鉄道がチャンネルでは鉄道に関する面白スポットや珍しいスポット、行って楽しいスポットなどの情報や取材検証をしてほしいことなどを募集しております。皆様の情報提供ご意見をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。